いつでも、うん、いつでも呼ばれても OK。 高橋さん、はい、もうマネージャーさん使わなくても、うん、もう自分で気づけるんで、うん、そうですね、すごいいいですわ。いいよね、うん、ぴったりだね、うん、なんか確かにあのこれまでのイヤホンだと、あの1日の中でいろんなシーンで撮ったりつけたり撮ったりつけたり、はい、みたいなことが結構多かったんですけれど、はい、これだったらもうつけっぱなしでいいですよね。本当ですね、ストレスないです。つけてるフィット感もあるけど、ね、フィット感あるけど取れないし、つけてるっていう感じもないので、取れないとか痛くない、しかも可愛いしね、デザインも、うん、だ逆に忘れてそのまま本番とか迎えちゃいそうあるかもしれない、ね、うん、フィット感があるって今お話ありましたけれど、あのメアリージュースは最近トレーニングでもうさらに美しさに磨きをかけてますけれども、フィットネス、ね、フィットネス、いろんなこう体のボディーワーク、はい、動かしますね、ね、してますけど、だからそういう時にやっぱり自分の好きな音楽を聴けるとすごくテンションが高まるというか、うん、パフォーマンスも上がるんですよ。その結構体との戦いでもあるんですけど、気持ちとの戦いもあるんで、かなり大きい、ね、やっぱりその時に好きな音楽が流れてるともう頑張れちゃうんで、うん、なんか筋トレの時とか、あとキックボクシングもやってるんですけど、はい、結構キックの回って言ってグループでやってて、その時にシャドウとかもやるんですけど、なんかやっぱちょっと照れくさかったりするんですよね、なんかこう音楽がないと、でもそれぞれ自分の好きな音楽をこう聴きながらシャドウとかやると、なんかみんな上達も早くなるんじゃないかなって。確かに3分間やるんですよ、そのシャドウ、うん、はい、それなんか本当に無心に音楽に集中してできるので、うん、あっという間に3分経ちそう、うん、しかもあのトレーナーさんの指示とか指導もやっぱ聞こえた方が絶対いいので、なるほど、いいよね、聞きながら、聞きながらトレーナーさんの指導も聞いて、3分のピッピンも聞こえて、いいこと尽くし、うん、ですね。確かに、うん、なんかもういろんなあんなシーンにも使える、こんなシーンにも使えるっていうのがなんかいろいろ出てきますね、はい、考えてると。さあということで、今日のこの発表会もそうですけれども、このアンビを使うと本当にあのお一人で音楽を楽しむシーンでもそうなんですけれども、まあ、たくさんの、はい、人たちで、例えばこうおしゃべりをしながら音楽も聴きたいみたいな時でも、はい、すごく両方とも楽しめるっていう面白さがあるかなと思うんですけれど、うん、お二人はね、皆さんご存知の通り、SNS なんかでも私大好きで拝見してるんですけども、最近もお散歩に行かれたり、よくご一緒にね、お出かけされたりしてて、はい、ね、ね、そうですね、つい最近も一緒に朝散歩みたいなのをして、うん、一緒に明治神宮に散歩に行ったんですけど、はい、やっぱ朝の散歩なので、こう鳥の鳴き声だったりとか、風の優しい音とか、うん、こう砂利を踏む足音とか、いろいろ聞きながら歩いてるんですけど、何せ音楽が大好きなので、うん、こうそれをよりプラス音楽を聞きながらさらにトークをして、うん、みたいなのができたら楽しそうだなって。それやりたい、ね、やりたいね、うん、やろうよすぐやりたいわすぐにやろうで、お二人も先ほどメイクルームの方でも、なんかこういう時にこうちょっとリラックスできるような自分の好きな音楽聴けるといいななんていうふうにもおっしゃってましたけど、そういう時にも、ね、そうです、まさに今とか、はい、今とかこれ例えばシーンってしてたら実際、ね、結構もう緊張しちゃうと思うんですけど、その音楽が流れてくれてるおかげで、結構リラックスして今こうやって話せてるのかなって思いますね、うんうんうん、プレゼントがいいですよね、会社の働いてる方は、周りには聞こえないけど自分めっちゃノリノリでできるみたいな、やりたいです。プレゼン、プレゼン、結構オーディションを受けたりとかもあったりするので、そういう時に自己 PR とか話すときにこういうのを聞きながらやりたいなって思います。そしたら受かるんだろうなとか思いますねいつもの自分らしく、いつもの自分を喋れるかなって、はい、本当に今まさにユウさんがおっしゃってくださった通り、アンビの方からもお伺いしたんですけど、会議中なんかにもこれすごく便利で使えますよって、スカイプを聞きながらとか、うん、っていうふうにお話を確かにお伺いいたしました。さあ、そしてですね、お二人の身の回りの方でですね、もしこのアンビア、この人にお勧めしてあげたら多分喜ぶんじゃないかなとか、いいんじゃないかなって思う方って、なんか、うん、もしいらっしゃったら教えていただきたいですね。私はリアルに弟が二人いるんですけど、
で一人はサッカー選手で、うん、よくイヤホンしてるんですね、うん、しょっちゅう音楽聴いてらっしゃる、しょっちゅう音楽を聴いてて、うん、もう玄関から外出る時はもうつけてるんですよ、で行ってきますって言って外出るんですけど、なんかいつも心配なんですよ、その事故とかに合わないかなって、うんね、耳塞いじゃってて、ね、後ろからクラクションとかが鳴ってもね、はい、気づけなくて、とか怖いなと思って、いつも心配で、いやあんた一つ外していきやって言って行かせるんですけど、うん、へー優しいお姉様ですね、もう心配で、ね、でもこれだったらその心配がないじゃないですか、うん、確かに、だからぜひ進めたいです、うん、もう練習中にもいいかなと思って、サッカーの練習中に、はい、確かに弟は特に、ねね、ピッピーとかいう、こうホイッスルも聞きながら、ちゃんと音楽聞きながら、ね、すごいいいと思う、なん、いや本当これはリアルに進めます、ね、ぜひぜひ、はい、お願いしますゆうさんはいかがですか。私は、うん、あの、まあ、実際おすすめってよりかは一回ちょっと試してみたいなっていうのはありますね。あ、何でしょうか。あの、好きな人にちょっとこうつけてもらって、アンビを、はい、でラブソングを流すので聞いてもらって、でそのラブソングを聞いた状態で私と一日一緒に過ごしてほしいですなるほど。そうすると多分すごくいい状態で私が見えると思うんですよ。だから多分もしかしたら好きになってくれたりとか、この子と出会ってよかったってこう思ってもらえるんじゃないかなと思って、なんかそういうマジックにね、はい、かかりそう、ファー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 みたいな、キラ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 、ハートハートハート、ハートハートに見えるんじゃないかなと思っていや、それ本当にちょっとやってみたいですね、リアルに。音楽の力を借りて、はい、頑張ります、はい、教えてな、やった時な、うん、すぐに教えるじゃあメアリージュンさん、それをぜひ SNS で私たちにも報告してください、はい、じゃあもうそれは彼氏ができたっていうことやね、はい、交互期待で頑張ります、はい、ありがとうございます、はい、そしてですね、あのこの製品が出てきた時にあのお二人も可愛いって言ってくださってたんですけれども、可愛いです、本当に今まで見たこともないようなあの形とデザインで、うん、のお二人は特にね、あのファッションですとか、まあ、そういった、はい、あの分野でもすごく活躍されてらっしゃって、あのこだわりがデザインにはすごくある方たちだなと思うんですけど、いかがですかこのアンビーご覧になってみて。いやもう まず最初に見てもすごく可愛いなって思ったのと、うん、いいあと、まあ、おしゃれなのでこういうおしゃれした時ももちろんなんですけど、そういう、まあ、スポーツもすごくやるんで、スポーツのシーンにもこうおしゃれに合うし、うん、なんかいろんなファッションの幅に、うん、幅が広がってすごく何でも合うなって思います、思います。確かにこういう本当にこう白いこうジャケットにデニムパンツとかでもすごく可愛いじゃないですか、うん、ですね、コーディネート素敵、ファッションとして本当につけて街歩きたいですよね、うん、絶妙な色ですよね、うん、確かこういうビビッドのカラーとかだとスポーツするときにやっぱテンションがバッて上がるんで、上がる、かわいい、写真映えもしますし、うん、そのインスタとか、確かにインスタとかにアップしたいね、したいよね、本当にこっちこれグレーなんですよね、うん、でもなんかちょっとこう青みがかった感じで、こういうなんかちょっとスモーキーなカラーって流行ってるじゃないですか、ね、だからすごい女子の方も男性ももちろん素敵だなって、絶妙、かわいい、本当のこのカラーのチョイスが何とも言えないですよね、そうですよね、カラバリがどれも素敵で、あのユウさんが今つけてるのがポップスカイっていうカラーで、ミアリーさんがつけてるのがあのスタンプオレンジっていうカラー、うん、ちなみにあの私がつけてるのがトイプブラウンっていうあのトイプードルの、かわいい、はい、ほんまや、めちゃくちゃかわいい、トイプ感ですね、かわいい、名前もかわいいんだね本当に、それからなんかあのこれ私すごく個人的なことなんですけど、女性って結構耳が小さくって、あの通常の今までのイヤホンはまらないんですっていう方結構いるじゃないですか、はい、でもこれだったら安心みたいな、安心、しかもアクセサリー取れづらい、あ、そうそう、本当に取れないのがいいですよ ね、走ってもね、確かに、うん、確かにジョギング中とかにつけてても、ね、もういつも取れちゃってあっみたいなことがあったんですけど、これ取れづらそう、ね、で本当にあのつけてるだけでなんかこうアクセサリー感覚みたいなところもあるかなと思います、うん、そして、うん、あの音の聞こえ方もいかがですか、あの先ほど囲まれてるみたいで、いや本当にこう耳の後ろからふわーっとこう広がる感じで、うん、本当になんか BGM ですよね、まさに包み込まれてます、うん、
音楽に、なんか音楽だけが聞こえてその世界に入るっていうのもあるんですけど、うん、あ逆に外の音が聞こえることで世界がバーって大きく広がるんだってすごい新しい発見でした、うん、そうです ね、しかもすごい綺麗ですね、音もめちゃめちゃ、うん、それもいいですよね、ね、聞きやすい、うんうん、ありがとうございます。もうこの音楽でなんかこう今までにない自分の世界の広がり、今のメアリージュンさんからお話ありましたけれど、はい、とかこう音楽と自分の生活が溶け込むような、うん、溶け込む、はい、体験、まさに、ね、ですね、溶け込むだね、そうだね、溶け込むね自分のいろいろとお話をお伺いしてきましたけれども、残念ながらちょっとお時間の方が近づいてきてしまいましたけど、はい、改めてあのいかがですか、このアンビ、これからも使ってみたいなと思われます？使いたいです、欲しいです、うん、今すぐにつけて街中に飛び出したいですねだから本当にやっぱりこれはつけてみないとわからないじゃないですか、うん、いや本当つけるまでわからなくて、ね、すごいびっくりしてるんですけど、うん、だからやっぱりたくさんの人にまずはもう試していただきたいなって思います、うんうんうん、はい、ありがとうございます、うん、そうですね、まあ、皆さんも今つけながら聞いていただいてますけど、うん、ぜひこの素晴らしさとか新感覚な感じを記事に、いい感じに記事にしていただければ嬉しいなと思いますありがとうございます、はい、じゃあ最後にお二人お立ちをいただきまして、はい、本日のスペシャルゲストでございました高橋メアリージュンさん、高橋優さんにたくさんのお話をお伺いいたしました。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。